皆さんこんにちは、ハイテンション外人のハイガでございます。ということで皆さん、実は、今回はちょっと違ったような動画でございます。どういうことかというと、前回、YouTube の方のアンケートを取ることができるんで、アンケート取った時にゲーム実況やった方が、 YouTube でもやった方がいいかっていう質問した時に、コメントでいくつか、もっと、どんなコンテンツでもいいからハイガの動画を見てみたいという人がコメントがちらちら見えました。なので、今回は、そういった要望に応えて、生放送中に、 Twitch で生放送中に夜食をね、ポケモンプレイしてる間に夜食を注文して、その夜食を ASMR 風に食べるというね、出来事が起こったので、それをちょっと皆様にね、見せていこうかなと思っております。まあこういった動画も面白いかどうか分かりませんが、ぜひ皆さんお楽しみください。じゃあということでね、来ましたよ。 Look it, I'm not gonna eat all of this, okay? まず最初に、じゃ、これがブリトーです。じゃーん。Look it. これブリトー。This is the burrito. すごくない?これで2月の遠方巻き、あーってできるやん。これが1000円ぐらいで購入できます。こうなっています。で、これも食べるんですが、これですよ。見てください。これ、フィッシュタコスです。フィッシュタコス。これタコスです。This is a taco. Fish taco. 中身は、フィッシュフライです。フィレオフィッシュみたいなね。クリスピーフィッシュが中に入ってます。で、これが、エビタコス。That's the shrimp tacos. いやろー。エビチリみたいな感じで入ってるんですよ、これが。で、皆様に見せたいのがこれですよ。アメリカ産のメキシカン料理で作られた罪なる食べ物、ナチョス。カルネアサダナチョス。じゃん。肉が上に乗ってるナチョスです。で、どう食うかっていうと、これをチーズ、トマト、まあサルサ系が、これ1000円です。まあ12ドル、11ドル、1100円、です。あ、うまい、うめえな、めちゃくちゃうめえな。ナチョスは気持ちがしないんですよ。なぜかっていうと、チップスがもうジュース吸ってあったかいからチーズとかもとろけてるのに、それも冷めていくとマジでなんかまずくなるんですよ。あ、うめえな。ASMR 風にする、めちゃくちゃうまいです。次は肉をつけて、デリシャス、めちゃくちゃうまいです、めちゃくちゃうまいです。次は肉をつけて食べたいと思います。シルメメナツキさん、ごめん。やべえな、この ASMR どう、ね、あ、人減ってる。Is people leaving because of this?
輝いてるポケモン。きれい、こうなるとね、こうなるとね、きれいに食べられなくなるんで、スプーンを取ってこなきゃ、フォークか、フォーク取ってこなきゃいけない。ちょっと、gotta go get some fork。さっきの ASMR 道具で視聴者が増えました。じゃあ次はフォーク使っての、フォーク使っての ASMR 道具でございます。では。行きたいと思います。おいしい。はい、ということで。Anyways. ごめんねみんな。まあごめんね言うてるけど、多分ごめんとは思ってないな。